マウンテンバイク、マウンテンバイク、マウンテンバイク、MTB とは、荒野、山岳地帯等での高速走行、急坂登行、段差越えなどを含む、広範囲の乗用に対応して、軽量化並びに、対衝撃性、走行性能及び、乗車姿勢の自由度等の向上を図った構造の、自転車のこと。舗装路でも広く利用されており、用途によって様々な形態が存在する。 シクロクロスバイクと共にオールテレーンバイク、オールテレーンバイク、ATB、全地形対応二輪車と呼ばれている。1970年代後半に、アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンフランシスコ郊外のマリン軍で、ヒッピーたちが、ビーチクルーザーや実用車などに太いタイヤをつけ、急勾配の山を降りタイムを競った遊びが、始まりと言われている。同時期に、 北カリフォルニアでも同じ遊びが発生していたが、一般的にマリン軍がマウンテンバイク発祥の地とされるのは、道軍マウントタム、タマルパイス山で行われていた当時最大のレースによるところが大きい。初期の改造ビーチクルーザーは、必ずしも完成度は高くなく、あまりの重さで変速もなかった。そのために山に登るときは押して歩き、 下り坂で乗って遊ぶ程度のものであったが、それでもその度に車輪が歪んだり外れたりしたものだったらしい。このような新しい自転車はまだ名前などなく、各自がクランカー、クランカー、ガラクタノイ、バルーナー、ベルーア、ボマー、ボンバーと様々に呼んでいたらしい。そうして遊んでいるうちにいかに早く未舗装の山道を下るかという競技らしきものになった。 しかしながら前日のように車体の強度が低いため山を下るたびに角の衝撃でヘッド部やハブのグリーが焼けて燃えてしまいその都度グリースの詰め替えリパックしなくてはならないようなものであったこのことからこの競技は当初リパック、リーパックとも呼ばれ地域の自転車好きに新しい遊びとして浸透していったこのような遊びはやがて本格的なロードレース選手も 魅了し、その中に、後のマウンテンバイク創始者の一人である、ゲイリー・フィッシャー、トム・リッチー、ジョー・ブリーズなどがいた。彼らが、クランカーを知った経緯として、ラークスパー・キャニオン・ギャング、ラークスパー・キャニオン・ギャングと呼ばれるヒッピー集団の存在が挙げられる。ヒッピーたちは単なる楽しみとして、ギアをつけたクルーザーに乗っていたが、フィッシャーらはこの集団に少なからず影響を受けたらしい。 また彼らが変則なしのビーチクルーザーに乗っていた頃の話であるがモローダートクラブ、モローダートクラブと呼ばれるヒッピー集団が地元のシクロクロス競技にギア付き改造クルーザーで参戦した際にも触発を受けたらしい。しかし使用する車体の強度が依然として低く色々いろいろと不都合が生じるためにリパックに参加する者たちは激しい使用に耐えるものを求めるようになった。 ジャンク屋などから特に頑丈なビーチクルーザーのフレームを探し出し、このフレームに急降下でも確実に動作する要制動力の強いオートバイ用のドラムブレーキハブなどを用い、また山を登るためにツーリング用自転車であるランドナーのトリプルクランクや変速機を装備するようになった。やがて既存の自転車パーツの借用に限界を感じていた彼らはこの自転車を自作し始めた。 1977年にジョー・ブリーズが専用フレームを設計、自然と仲間たちからブリーザーと命名される。1978年にはゲイリー・フィッシャーがロードレース仲間で同時に優れたフレームビルダーでもあったトム・リッチーに新しい自転車の製作を依頼、フィッシャー・マウンテンバイクとしてマウンテンバイクを製作、販売、山や丘陵の荒れので遊ぶ自転車として定着させた。 あとに、この三人は、ブリーザー、ブリーザー、ゲイリー・フィッシャー、ゲイリー・フィッシャー、リッチー、リッチとして、独自ブランドを築き上げる。彼らが製作、販売していたものは黒森フレームであり、アルミ合金フレームは、チャーリー・カニンガムによるところが大きい。マウンテンバイクが、全世界に定着する上では1981年に、スペシャライズド社が発売した。 スタンプジャンパーの果たした役目が大きい。初めて量産体制で製造されたスペシャライズドのマウンテンバイクは新たなジャンルの自転車として全米に、そして世界に広まった。発展途上国ではそれまでのロードスター型自転車のタイヤ規格26インチ用に代わって、マウンテンバイクの規格26インチ HE が普及しつつあり、マウンテンバイクの車体自体も浸透しつつある。 また先進国では、かつてロードスター型自転車に求められた用途に、マウンテンバイクが用いられている。このほか技術的にもマウンテンバイク競技で培われた技術がロードバイクに転用され、自転車競技に新たな刺激を与えたものは多い。1980年代後半に日本に第一次マウンテンバイクブームが訪れる。トキャンプの浸透やアウトドアブームとともに、 レジャーとしての認知度が高かった。当時は各地で手作り的なローカルレースが開催され、スポーツとしての認知も進んでいった。従来のダイヤモンドフレーム。後ろにサスペンションがないことから、ハードテール、ハードテールと呼ばれる。クロスカントリー用、バイクトライアル用、ダートジャンプ用に大きく分かれている。ダートジャンプ用は、フォークロスなどの競技に使われることもある。 サスペンションを装備したフレーム。ダウンヒル、フリーライド、オールマウンテンのほか、クロスカントリーやダートジャンプ向けの製品も存在する。クロスカントリー競技では、アクロ、荒れ地での安定の良いフラットハンドル、ハンドルの握りとし時点がほぼ一直線上に並んだ形状、ブルムースバーというが、ほぼ主流、ダウンヒル、デュアルスラロームなどの効果や、フリーライドには、ライズバーと呼ばれる。 末端まで少し上向きに上がった肉厚のハンドルを使用する。クロスカントリー競技やツーリングなどではバーエンドバーを追加し途半時に使用することも多い。また2000年代のクロスカントリー競技では車体の制御を意識してライズバーまたは大幅10度後に湾曲させたフラットバーを使用することも多い。また2000年代に現れた 29ER の中には セミドロップハンドルを装着したモンスタークロスと呼ばれるものも登場している。一見するとシクロクロスバイクと類似しているが UCI が定めた競技規定を満たさないため 29ER でシクロクロス公式戦への参加はできない。MTB が世に出てから長らくは26インチ HE が主流だったが2000年代から異なる規格のホイールを使用する機材が現れている。 例えば、競技に限って言えば、走破性の高い29インチ、29ER-2 ナイナー。ロードバイクで主流となっている700シート同一系で、あり、リムが HE になるが、クロスカントリーレースでの主流となり、逆に取り回しに優れる24インチが、フォークロスやストリートなどで使用されることがある。また、新たな規格であるバイインチが現れ、 市販レベルでも従来の26インチ、26、HE から60バイトへ移行しつつある傾向が見られる。また26インチと29インチの異業ホイールを前後に組み合わせた 69ER-69R、er、も商品化されている。さらに同じ29インチ、27.5インチ、26インチでも、プラス規格という極太サイズのタイヤも出現し、 それ専用のリムも存在している。このように、マウンテンバイクのホイールは、規格がかなり多彩、逆を言えば統一性のない状態とも言える。フレームによっては 26HE と650バイト、稀に29インチとの互換性は可能なこともあるが、ただしホイールが大きくなると、重量の増加と強度の低下、ジオメトリーの変化、BB ドロップの減少による不定化を招くため、 用途に適した選択が必要になる。通常はオフロード用のブロックタイヤを装着するが、舗装路用のスリックタイヤも装着可能。競技用の主流はクリンチャータイヤからチューブレスタイヤへと移っている。幅1.75から2.2インチ程度が多く、使われるが1インチ幅のスリックタイヤや4インチ幅のブロックタイヤも存在する。 3インチ前後のタイヤを装着したものをセミファットバイク、4インチ以上のタイヤを装着したものをファットバイクと呼ぶ。タイヤ幅が広いモデルについては、通常リアサスペンションが省略されることが多く、中でも4インチ規模のファットバイクについては、前側サスペンションも省略されることが多い。ブロックパターンにも様々な種類があり、用途や路面状況によって選択され、 前後のタイヤでブロックパターンが変えられているリムの種類もタイの太さに合わせる必要があるため狭いリムに太いタイヤ広いリムに細いタイヤは装着できないことが多い初期は泥はけが良いという理由からカンチレバーブレーキを使用していた90年代後期にシマノがより制動力が高く取り扱いも楽な V ブレーキを開発しカンチブレーキに代わって主流となった 同時期にダウンヒルバイクではディスクブレーキも使われ始め、ブレーキの台座が統一された2000年頃から普及が始まった。雨天やでい状態でも制動力の低下が少ない、リムの触れが制動に影響しないといった利点があり、ダウンヒル以外のほぼ全ジャンルでエントリーモデル以外はディスクブレーキ装備となっている。初期の MTB は黒森口のリジットフォークを使用しており、これで ダウンヒル競技も行われていた。1990年代初頭からは、路面からの衝撃を吸収するサスペンションも装備されるようになり、2000年代には、フロントサスペンションはほぼ標準装備となった。フレーム、フォークともにサスペンションを装備していない車体は、フルリジットと呼ぶ。サスペンションを必要としない用途では、リジットフォークも使われている。素材には黒盛り、黒森、 アルミニウム、チタン、カーボンが使われるが、一般に、カーボン製は過激な衝撃荷重、ダウンヒル、ダートジャンプなどでの使用を想定していないので、選択には注意を要する。サスペンションフォークの装着を前提としているフレームに、リジットフォークを取り付ける場合は、サスペンションフォーク同等の長さを持つフォークが必要で、26インチのリジットフォークは 425mm。 8 0メートルトラベル量に相当から4 4 5ト、mm、ル、1 0 0、mm、メートルトラベル量に相当29インチでは4 6 5ト、mm、ルに設定されていることが多い。製品によってはフォークの先端からフォーククラウンまでの幅、肩幅長が表示されている。サスペンションフォークの構造は初期のものは上位モデルにはエアスプリングとオイルダンパー、下位モデルには エラストマーやコイルスプリングのものが多かった。2000年代にはエアスプリングを採用するモデルが増えている。減衰機構はほぼオイルダンパーで一部の廉価モデルにエラストマー式が残るのみである。現在、マウンテンバイクのライディングカテゴリーが細分化され、カテゴリーごとにサスペンションが衝撃吸収のための可動域、ストローク量、または トラベル量と呼ばれるも分けられ、ストロークがとされる。スプリング形式は、XC 系はエアスプリングが、主流 DH 系はコイルスプリング、その中間の AM 系はエアとコイルが結っ抗している。また2000年代には、ストローク量の範囲だけでなく、可動域をいかにコントロールするかという機能も付加されている。すなわち、 などの様々な付加機能を盛り込まれた製品が登場している。レバー類を除いて各種部品はロードバイクと大差はないが MTB 用パーツは泥詰まりに強く強度がありまた低速のギアに対応した作りとなっている。クロスカントリー競技を前提とした製品が主流だが2000年代には細分化が進みダウンヒルやフリーライドを前提として 耐久性を高めた製品も登場している。創世機より開発に力を入れており、MTV では日本メーカーのシェアも高い。変速機能を必要としない用途ではシングルスピードで使われることもある。マウンテンバイクという名称は、その創世機の中心人物の一人であるゲイリー・フィッシャーが付けたとされる。1989年にフィッシャーの名称と、 フィッシャーマウンテンビックスの文字を含むロゴをアメリカで商標登録第7375万860号をしていたが自転車としてのマウンテンバイクはどこからも登録されていないメーカーによってはオールテラインバイクとも呼んでいたがマウンテンバイクの名称は一般化しオリンピックの競技種目名にもなっているヨーロッパ諸国の言語でも マウンテンバイクという英語の表現が用いられることが多いドイツ語、オランダ語、イタリア語など。また、フランス語では前日の ATB の意味に近い VTT と呼ばれる。韓国語では、と、英語風に呼ばれるほか、イコール山岳自転車という訳語も存在する。中国語では、産地事巧者、略して産地車などと呼ばれる。マウンテンバイク登場以前にも、各地で、 オフロード用の自転車が誕生している。ヨーロッパではすでに自転車版、クロスカントリーとして、シクロクロスが専用の自転車で行われていた。日本でも1970年代に山岳サイクリングブームが起こり、ランドナーを改造したパスハンター、さらに1980年代中盤に進化した山岳サイクリング車、MTC、マウンテンサイクルが生まれた。アメリカでも24。 26インチの BMX バイクが登場しているが、すべてマウンテンバイクとは別種として扱われる。マウンテンバイクルック、マウンテンルック車、または単にルック車とも呼ばれる安価なマウンテンバイク風、自転車。日本ではマウンテンバイクが定着した1990年代から出回るようになり、折りたたみ自転車からも該当製品が現れている。車体に、 アクロ走行不可である旨を指摘するステッカーが貼られているように外見は似ていてもマウンテンバイクとしての使用は想定されていない。また、マウンテンバイクで使われているものと同じメーカーの部品が使われていても一般道での使用を前提とした連海品であることが多い。全体として小売価格を抑えるために安価な材料、部品を多用した作りのものがほとんどである。 本格的なスポーツ車に比べると、鉄製部品の割合が高い。機能性よりも見た目、コストを重視した設計である。下に例示した写真のものは、フレームハンドルバーから、フォーク、サスペンション、そして通常は、真鍮製のスポークニップルに至るまで全て鉄製の、ため、車体重量で 20kg 近くに達している。また、樹脂製の V ブレーキを使用したものも存在する。 アルミフレームなどを採用したルック車も販売されているため品質も車体によって様々である。この種の自転車はその基本的な作りとして、スポーツ車としてのパーツを普通には装着できず、また仮にパーツを損害したとしても、基本構造であるフレーム等が悪路走行等に耐えるようには作れていないため、損害したパーツ本来の性能を発揮することも難しく、 スポーツ車としての使用には耐えない。日本工業企画ジス D9111-2005 自転車分類及び諸言では、スポーツ車の一種として、もっぱら一般道路での乗用を意図した自転車で、マウンテンバイク、BMX 車に外観の似た累計車、ルック車とマウンテンバイク累計車を定義しており、分類上もマウンテンバイクの属する特殊自転車ではなく、 一般用自転車となる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。